で、各決勝ヒート、このヒートですと、B グループになりますが、各決勝ヒートで表彰状、上位3台ご用意しておりますので、ぜひぜひポディオを目指して頑張ってくださいね。はい、ご準備もよろしいですか。大丈夫で、ごめんなさい、もう一個説明しておきます。ちょっとこれ、スタートのタイミングがランダムタイミングといいまして、ピッ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 の4つ目はどんなタイミングで出るかわからないので、4つ目の音を聞いてからスタートできるわけですね。それだけお気をつけください。で、万が一フライングした場合は、フライングした場合も、最後が4つ目上がる前に動かしてしまった場合は、その場に停車するのではなくてですね、一旦進めて1コーナーの外側でもいいし、2コーナーの外側でもいいんで、車を止めて全車通過したら最後尾に戻ってもらったら、暗闇で立ってやりますので、それだけお気をつけください。まあ、だから4つ目で何も聞いてから出た方が、結果多分ね、落ち着いたレースできると思いますので、ロケットスタート決めようと思ったら、多分ね、握った瞬間、右か左って壁にすぐぶつかりますね。1コーナーを迎えられずに車をぶつかりますので、はい、よろしいですか、ご準備の方、緊張感高まってまいりました。表彰株式会社協賛、地元チャレンジ第4回 WMM3 ノーミスクラス決勝 D グループ4分間スタートいたします。さあ、緊張感高まります。決勝レース、まもなくスタートです。疲れました。もういい天気もお化けします。もう言うたさあ、大丈夫。もう今の見なかったですね。さあ、タックスで帰ってきたのは塩川選手、2番手はかりや、3番手上田陽介、4番手上田ね、5番手鳥崎。お父さん、2回帰りながら、さあ、それぞれ1台停車しますよ。これ、寄せてくださいよ。はい、大丈夫ですよ。ラップカーの方、気にしなくて結構です。よって、決勝レースは、そんなに気にしなくていいです。おっと、さあ、福島さんが、さあ、トップは、FXX バースコーナーの DTC。 さあ、
残り時間40秒、まだまだ熱戦残ってる。さあ、トップ塩坂が、さあ、この上田親子対決に突っ込んでくるのか。残りは30秒です。残り30秒、さあ、残り30秒、トップ塩坂が2番手、高谷3番手、上田洋介4番手、上田蓮5番手、取り次ぎ。さあ、おっと、そのところにあったら大丈夫、落ちていきましょう。さあ、残りは15秒ですね。残り15秒、トップ潮坂がこのまま守りきれるか。さあ、残り10秒残る、鮮やかにラスマーカーパス。さあ、まもなくレースタイム4分、アタイマップ、赤木選手2位でゴール。あれ、走行中です、走行中。さあ、落ちていきましょう。さあ、鳥崎選手、上田選手、潮坂選手、はい、では続きましてノービスクラス決勝 C グループへ参りたいと思います。はい、では続きましてノービスクラス決勝 C グループ1番組と徳岡選手、レクリントにお付き合いください。2番組と屋敷選手、3番組と神谷選手、4番組と細田選手、5番組と梅村選手、6番組と宇宙選手、以上6名総合です。さあ、決勝レースが本日の本番です、ね、長いタイムですね。組み上げとフィードを組み上げるだけの作業です。はい、スタートマッシュル、ありがとうございます。では参ります。ノービスクラス決勝 C グループ4分間周回レーススタートです。さあ、スタート緊張が高まります。さあ、あっと、さあ、出た、言うてたやつ、はい。さあ、これで、さあ、とても順位の入れ替えだった。さあ、中央選手のクラス、オープニングラップを出てきたのは、2番組とスタートの矢木選手。さあ、そして最後にスタートのインプレス・サウティアが2番に上がってきている。3番に細田、4番、徳岡、5番、神谷、6番、上野の順。おっと、さあ、1対2、グリーン上に入ってた。これで、トップ屋敷、2番手浮谷、3番手神谷、4番手どこか、5番手上から4番手どこか。おっと、さあ、トップ来たんだ。さあ、これで黄色白の新トップ屋敷が入ろう。最後落ち着く、これは落ち着いていこう。さあ、最後はどうだった？徳岡、神谷、上浦、細田の順か。さあ、トップからそれも出るのだ。屋敷、浮谷のガチンコ対決。インプレッサーながら 0.2 秒をつけている。3番手の外方、徳岡、神谷、上村、細田の順、3、4、5、6。さあ、3位争いも表彰状が形を取りますので、ここは気合が入る。さあ、依然トップ争いが近いぞ。 0.5 秒差、トップ屋敷、2番手浮谷、レースはこれ2分30秒です。どこが周回です。まもなく3分が経過しようというところ。さあ、現在ストレートの2回、あっと、浮谷が勝利する。さあ、これで屋敷はアドバンテージ、怖いままだ1秒というところでしょうか。黄色色のマシントップ、屋敷選手、黄金クルメタリングマシン、浮谷選手。さあ、P1 GTR バーサスインプレッサー。そして3番手の福田、いや、3番手の声、まだまだ日本へ激しいバトル。さあ、徳岡、神谷、上村。さあ、3、4、5、近い、あった。さあ、一気に神谷が2台も持つに、レース止まりが1分50秒。さあ、4分が終了です。半分が経過いたしました。トップ屋敷、2番手浮谷、ここはまだまだ高台進む、いや、ほぼ減ると思うんですが、その差、0.5 秒差。3番手争いは神谷が出てきたが、いやいや、上村の大釣り、水色のフォード GT バーサス明石野のマクラレン。さあ、この3番4番もまだまだ、さあ、4番手、それは梅村、いや、神谷、細田が、あ、細田が一気に4番手でしょ。
の顔を尻目に、ポップソング。ここ何分やったっけ、これ。何分。さあ、インクエスター、浮き足がトップ。2番手、屋敷がこう2秒ですね。3番手、それぞれ、ああ、さあ、梅村さんの3番手。4番手、音が5番手、トルコが6番手、神谷。レース残り間は30秒です。さあ、こうなると、エース経験豊富な浮き足で現在15センチですね。さあ、高めのインクエスター。さあ、後半の息切れも見せず、現在ストレートから1コーナー。さあ、水色、ブルーベタックマシン。そして2番手、屋敷が候補、まだまだ、まだまだ最後まで諦めの距離ではない。エースの方が残り3。もし入る、さあ、トップ軍はもう一瞬だ。タイマック、屋敷ゴール。ゴール。あと今回1秒あれば、ゴール。エースの勝ちです、その勝ち。さあ、ゴールゴール。そしてウィンクラブ、どうした？どうした？さあ、4名のミスクラス、決勝 C グループ終了しまして、続きまして B グループへ参ります。決勝 B グループ出走ドライバーは、高林選手、野茂選手、山村選手、玉岡選手、堀田浩二選手、佐藤選手、以上6台走行。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。ノービスクラス決勝 B メイン4分回収からスタートです。ではどういったレース展開が終わっているでしょうか。まもなくスタート。さあ、スタートしました。アクシャーブラシオーピングラップ。おっと、さあちょっとブラシオが引いておりますが、トップで帰ってきたのは高橋選手、2番手山本選手、3番手佐藤選手。さあ、3番手はそれが近いよ。さあ、佐藤、佐野、堀田浩二、玉の順。さあ、トップ本体メッセックス高橋選手、本田勢のトップゴールをさあ、どうできるか。後方状態が火を吹く。また4番手佐藤、5番手堀田。
タロウマジタロウマレースのこちらは1分です。1分、おっと佐藤がグリーンに入ってきた。これで堀田浩二候補1秒、ああ佐藤堀田浩二が1秒か。依然トップ争いはやっぱりまだ2秒以上の距離があるか。トップ坂林、2番手山本、2.2 秒差。さあ現在トップ坂林選手が最終コーナーから逃げ込むトレード1コーナーに入っているグレーの東海大セックス、2番手候補イエロー後ろの松田の並び、こちら山本選手レースからのリンクに来ます。残り20秒ですね。残り20秒。さあポジション争い一番近いのは佐藤4番、5番本田、ここは 1.5 秒。さあここは近いところストレートの2台ですね。現在佐藤本田が 1.3 秒差。しかしレースは10秒切りました。残り5秒。さあ間もなく4分経過。タイムアップ、佐藤選手ゴール、本田選手ゴール、トップゴール高橋選手、いいゴール。レースの途中、レースの途中、またレースを止めます。もう一回はい、でしょ、これです。トップゴール高橋選手、2位山本選手、3位加茂選手でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。それでは神戸クラス決勝最終レースご準備をお願いいたします。さあポールポジション、今村選手、1番組の千葉国で山口選手、3番組の赤木選手、4番組の小泉選手、5番組の小崎選手、6番組の堀田浩平選手、ご準備をお願いいたします。じゃあ総順代後ろを全体にしますが、予選順で総順代お好きなところをお願いください。ポールポジション今村選手からどうぞ。今村選手、2番中口選手、3番赤木選手、4番小泉選手。ありがとうございます。大丈夫かな、やらかそうな力が。大丈夫見てない、見てない。さあ、今村選手結構本気なんです。さあ、それではノービスクラス決勝 A 面全社エントリー完了です。さあ、心の準備よろしいですか。はい、では参ります。さあ、心の準備の方に行きましょうか。表彰株式会社協賛、地元チャレンジ第4弾ダブルレベルパート3ノービスクラス決勝 A 面4分間周回です。パートです。スタート10秒前。さあ、遅めのスターティングシグナル。さあ、難しいオープニングアップをどうこなす。あーっと、さらに大サッターいきますね。中央セクションで絡み合ったら、さあ、ここから解決と思えて、トップで帰ってきたら1番ミッドスタート、今村選手。後方、赤木選手が2番でジャンプアップ。3番で、岡田選手。4番で山口選手。5番で、ウッキー選手。6番で、小崎選手と、4番で、ソーラーとなりました。さあ、尾崎の組の5番の方が出るぞ。おっと、さあ、トップ今のに。さあ、これでトップ2つの赤い選手、ランボルギーニ、フルシナゴ、グリーンのマシンが現在トップ3の中央選手。さあ、そして2位争いだ。今村 VS 本田浩平。さあ、2位争いは全部ドーム。さあ、トップ赤木、2番手今村、3番手本田浩平。さあ、2番、3番が近いぞ。白いマシンが2番手潰しを、蛍光レンズのマシンが堀田浩平選手、そして山口選手が4番手、5番手蛍光レンズ尾崎選手、6番手文理選手が白蛍光レンズ。さあ、中国は逃げるだ。今村はまた堀田浩平。おっと、さあ一気に堀田浩平4番手にも、今度は全部を逃げてもらう。2番、3番。さあ、この堀田浩平選手のペースが非常にいいですね。さあ、赤井選手、ランボルギーニが優勝なんだと思いましたが、序盤戦、レースは残り2分20秒、まだまだレースタイム残ってる、ここはじっくりいきましょう。さあ、2分後のゴールを目指して、トップ赤井、2番手、堀田浩平、なんと1秒切って 0.5 秒差。さあ、これぞこのワンバッテリーです、面白いところ。トップ、今村選手、会長に思われましたが、バックラッシュで一気にバッテリーダウンの感じ。
さあ、それに対して経営高齢のマシン2番手走行、太田光景高齢選手森が4番パワー。さあ、赤木選手トップ守りきれるか。レースは残り1分45。さあ、まだまだレースが変わってる。さあ、トップは先生のだ。さあ、後半セクション。さあ、残り1分30秒選手。3番手塩原選手、
さあここ、さあ3、4来たか。さあ2、3、4が圧縮してきた。黄色いマシンが2番のおかぎ、その後ろ白、赤、白坂、その後ろ白、青が神谷。レースの森は2分30秒。さあまだまだレースタイム残っている。さあその前トップどころか、これは最長に逃げております。で、S 字のライン取りが非常に丁寧、最後の振りが無駄なく反応を決めております。さあ2位争いだ。おっと、さあ大谷チップがあって白坂が迫ってきた。さあこれが白坂の前、さあ2番手遅い、しかし大谷もこれいく、ここに神谷が来た。さあ2番手白坂の上、白坂のマシン、さあしかし黄色いマシン、3番手大谷、2位さんがまだまだ、ここは 0.3 秒で来るでしょう。さあそしてここでカウント一気に神谷に変えた。さあと言うんだ、言うんだよさあこれで神谷も美味しい展開だ。こういうのって前にはちょっとやると思うよ。お前だったら早いよ。あはっと、さあやったのは小竹か。さあ残りが1分30秒です。残り1分30秒。さあこれで単独塩坂が2番手抜けてきた。その間にもトップの情報がまだ入れかった。さあ3番手さあこれで神谷3番手4番手大崎お相談が早く詰まってきてるか。残り1分です。残り1分。さあここまで来るとワンタッチでかなり電池が取れるんですよね。さあレースポイント切りました。残り50秒。トップ徳岡が序盤から逃げるが、現在最終セクションからストレート1コーナーに入ってくる。2番手塩坂選手後方 4.2 秒、3番手神谷選手がその後ろ 2.5 秒、4番手尾崎選手が 2.8 秒後方、細田選手5番手が 1.9 秒後方。残り30秒です。残り30秒。さあここからトップを抜けて悠々と走っております。さあ塩坂も守りきれるか。神谷もう遅いですね。残り15秒。2番手塩坂、3番手神谷、この瞬間にまだ2秒以上ありますか。さあその3、いや2秒切ったら行ってきます。まとめ何もなければ順位よりないはず。さあ間もなくの4分経過、忘れてさあタイムアップ。はい、ゴールです。塩坂選手ゴール、神谷選手ゴール、冷蔵庫中、冷蔵庫中、尾崎選手ゴール。はい、ゴールゴール、電車ゴールでーす。電車ゴールします。チームトップ高野選手、2位塩坂選手、3位神谷選手でした。お疲れ様でした。いや、決勝はやっぱりデースが青木とそれとこの電車の神様がいますね。電車の神様がエレースにしてくれますね。はい、続きまして GP6 クラス決勝 B グループ、1番グリッド玉川選手、2番グリッド堀田浩平選手、3番グリッド水越選手、4番グリッド山口選手、5番グリッド坂林選手、5番グリッド堀田浩平選手、ご準備ください。スタジオ出演の方に車を打っていただきましたら、その時代後ろ配置してください。坂林さん、決勝はあ、着いた。すげえ奇跡や、今の言うたら着いたって。マジでびっくりした今の。着けたらみんな呼んでくれますやんと言おうと思ったら、3チャンネルそうですね。はい、それでは参りたいと思います。 GP6 クラス決勝 B グループ4分間周回レーススタートです。10秒前。はい、決勝決勝です。まだね、オープニングアップ丁寧ですね。さあ、スタートしました。 GP6 クラス決勝 B グループ。さあ、序盤から激しいポジション争い、トップ連結が残りました。さあ、トップ補佐選手、2番手に玉川選手、3番バルクの電気が飛びつく。さあ、3番いいですね、電
パトカーと FC の山口が来た。むしろパトカーが追われてる。暴走の属車にパトカーが追われてる感じ。あ、パトカーチラチラと赤色灯が点灯している。電車を行う。
キア、ブルドマシン、4番手、グリーンマシンが赤木、5番手、同じグリーンが片山、6番手、白を見るように乗るからスタート。さあ、15番手の、あー、それが1人でいいよ、はい、では、1人でね、はい、OK です。はい、そこがね、グリーンマシンが終わりですね。はい、OK です。はい、実践的じゃないですよ。はい、ナイスマーシャル。待って、待って。さあ、トップを知られトップ争い、まだまだ。さあ、マセの背後、阿部がチャンスを伺います。レースタイムはこれ2分40秒。そうですね、これはもう無理をする必要はないですね。チャンスを伺って。さあ、クレバーな走りを見せております。さあ、トップマセ、電飾 FD が逃げ切れるか。しかし、勢い的には、海外にある3人の方がありそうだな。おっと、さあ、途中一周切れてしまったか。トップチーム、かなりイエローのアレックス・セブン。マセ選手トップ、2番手、阿部選手が候補、ギリギリのプレッシャー。さあ、レーサーの残り、ここで折り返し地点です。残り2分、4分が終盤です。半分が経過いたしまして、トップマセ、2番手、阿部、3番手、浮谷、4番手、赤木、5番手、佐藤、6番手、亀山。おっと、ちょっと赤木がタイムロスだったな。さあ、トップマセ、どうにか逃げ切りづらいが、阿部が後方から限界プレッシャー。これはすごいバトルですね。さあ、レース残りがまだまだレースタイム残っている。1分35秒。このトップのマセ選手も早く時計が進んできてと、この狙いも難しいが、さあ、2番手阿部がギリギリプレッシャー。さあ、ロックルンバーサス。さあ残りが1分15秒です。残り1分15秒。さあしかし前回厳しくされたマセ選手も華麗なトップライン見せる。さあ残り時間はラスト1分。さあ3分間1位2点ずつのバトル。残り1分、どういったレースなのか。さあ、トップは選手、ギリギリのブロックで、おっと、さあ、最終一周、ひねっておりましたが、さあ、阿部選手も、後ろで、素晴らしい合わせ。3人
のコーナーに行くとありがた。さあ、トップはね、あー、三着決まる。これもう2万とか、2万に優勝しないようだ。開けば見えない。2番手、山本選手が候補で、手何をつけている。3番手は藤原さん、カーボンの罪。さあ、このお腹は同士の3位アップですね。そして、5番手には、エスパマル、注目の1番の赤井選手。なので、4分でも何だか、アルカリに走ってますね、全然。されてないもんない。さあ、トップ、阿部選手。赤黒の阿部さんから、阿部さんの中までが最強に逃げております。後方、それを見ますよ、山本選手。そこさ、3番手、これ、ムズミが上がってて、4番手、顔、5番手、阿部。さあ、レース残り時間は2分40秒です。4分間紹介です。1分30秒が経過いたします。トップは現在トレードから1コーナー2コーナー。非常に丁寧な無駄の間に取り。もう危なきゃいけないんですね。見ている方も安心して見られる、見せられると言いますか。さあ、赤黒の一番パールさんに決まる。トップ、阿部選手。2番手、中野選手が黄色白のシーン。さあ、1番、2番の距離が簡単にやってきた。そして、3番手は6人。お、山本の背後、6人がじりじりと詰めてきている。レーサーの2分です。折り返し地点、4分間周回と半分が経過いたしまして、トップ、阿部。2番手、山本。3番手、トップ。4番手、鴨、5番手、ハリ。いや、もうあれ無理、今、ちょっと負けてたから、コーナーが悪いから、痛かった。さあ、残りは1分30秒見ました。残り1分25秒。アップデートして、決めるね。さあ、若者も、さあ、3球まで。山室、3番手ですよ。山室を打つ近づいてきました。1.2 秒。さあ、2番、あー、しかし、打つミがミス。言うやろ。さあ、これで山室が単独2番手。打つミがこれ3番手。4番手かも。この3番手がそれでこれ。上がりましたが、5番手に上がれる。トップの阿部選手、気づいてない方もいるかもしれませんが、阿部選手はスティックプロボです。スティックプロボをやったら練習したらどうか聞いたことありますかね。大事だな。さあ、ベテランプレーはスティックプロボですね。あと阿部さんと今日は片山さんですよ。おお、
トップ店長に片山さん、3位マセさんの間がだいたい1秒。水越さんと今村さんもコンマ3秒差で結構僅差です。店長と片山さん、残り2分。順位変わらずトップ店長、2位片山さん、3位マセさん、4位水越さん、5位今村さん。店長、タイム差がそれでも1から3で1秒の間。残り60秒。トップマセさん、2位店長、3位片山さん。店長と片山さんの間はコンマ3秒。4位水越さん、5位今村さんもタイム差はコンマ2秒。テールトゥーノーズ。タイムアップ、水越さん、今村さんゴール、マセさんトップゴール。最後入れ替わって片山さんから、トップマセさんに片山さん完成中です。すげえ、今のすげえ。店長と片山さん100分の2秒。あんたあり？うわっ！はい、お疲れ様でした。オープンクラス優勝は松江選手、2位片山選手、3位店長でした。いや、すごいレースでしたね。あんなあり？あー、もちろん。ちょっと違うから、受け取りがそれ、どっちもな、はい、残してますよ。地元チャレンジ全校で終了です、お楽しみを。抽選会、はい、投票ですね。はい、まずは投票です。回してしまいました。心当たりある方はこっちで、
に受け止めるようになってくださいね。面白かった。よいしょ。そう、面白いのが一番。今日は23で。はい、では表彰式から行います。心当たりの方、ちょっとこの辺にといてください。ちょっと受け取れるように。
今回で、第4弾最終で持ち上げたので、ノーミスクラス優秀で第3位サード山口選手、ありがとうございます。ノーミスクラス第2位赤木選手、買った場合、オープンクラス1位の人からタイヤ券1000円分をもらうっていうのがあります。知ってました？もう入りませんよ。なんでこれあの優勝出てからね、こんなことがありますね。で、まあ、3位の選手は総合逆転で出ております。はい、続いて A メインに、オープンクラス立山選手。最初はグーからね、いつも一発勝負、一発勝負ね、はい、最初はグー、ジャッキー、はい、はい、最初はグーからじゃあ最初はグー、ジャッキー、はい、なんで、なんで何時間が4位でした、ただ負けただけの、はい、では表彰式は以上にて終了で、はい、続いて楽しみ抽選会です。はい、OK。全員もありますね。
き4かげのこと聞いたのか4かげのこと、じゃあ全体的にタイヤー電信ナショナルドリームさんの太田さん、はい、僕やら MC ボディとタイヤと、はい、上村さん、タイヤゲット、はい、松本さんもタイヤゲット、はい、どうぞ、どうぞ、はい、松本さん、あんまりそうはね、はい、続いて、あ、もうちょっと、じゃあ、2人もいきますか。お、あ、どうぞ。ズバッと。お二人もね、あと前の方々は2枚ですので、これは、判明、ちょっと、試合もしよう。決めとったらいいんじゃん。決めとったね。これ、アオリンピック試合もしよう。コマーサル。あ、だから、かぶった人は違う。違うの。選んでもらう。Thank you.
こんなの結構デザインデザインの感じですね。はい、じゃあさっき一人さっきじゃあもうパーキンね、はい、パーキン12番。はい、片山さん、はい、まずじゃあハートゲートです。ハートゲート、これちょっと気前気ですからね。気前気なんで、はい、はい、次の方は、はい、7番。はい、天瀬さん、天瀬さん、ハートゲート、はい、いわゆるの。あ、まあ、7番が踊ってますね。オーケーとか、じゃあまずは MD。11番。はい、オタコヘ選手。はい、オタコヘ選手。ではでは、ご当地で出てきますよ。やばい。あ、じゃあ、まあ、ダブルレベルのオリジナルバッテリーです。どうかの最近で打ちますよ。はい、これ。18番。あ、ゆかさん。ゆかさん、バッテリーですけどね。はい、それでは以上です。
では今回で最後ですけども、また機会がありましたよろしくお願いします。お疲れ様でした。